ヨハネスベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に属す、マチソンである。ヨハネスベルクは、バイエリッシャー・ウンターマインに位置し、アシャフフェンブルクから約10キロメートルの距離にある。聖ヨハネス・エントハウプトゥング教会が、海抜367メートルのヨハネスベルク山頂にある。町内を、 修道2309号線が通っている。本町は、町区と一致する以下の5つの地区で構成されている。これは7つの集落に分けられる。ヨハネスベルクは、北は、メムブリス、東は、ヘスバッハ、南東はコルトバッハ及びクラットバッハ、南は、アシャフフェンブルク、南西は、マインアシャフフ、西はクラインオーストハイム及びカールシュタインアムマイン、北西は、 アルゼナウと境を接している。隣接する市町村は、軍独立市のアシャフフェンブルクを除き、いずれもアシャフフェンブルク軍に属している。ヨハネスベルクという名称は、山頂に築かれた先礼者聖ヨハネ教会に由来する。地元ではこの町は、ゲーオンスベルフと呼ばれる。様々な資料や文献に記録された、この集落の表記は、以下の通りである。 1200年から1300年までの間にヨハネスベルクに最初のロマネスク教会が建設された。この教会は山の教会としてオーバーアフファーバッハの郊外に建設された。ここは1818 18年にはまだオーバーアフホルダースバッハと呼ばれていた。1351年にラウエンタールが初めて文献に記録された。アシャフフェンブルク修道院は ヨハネスベルクの山頂付近を1440年に霊園として獲得した。ハウプト通り8番地の旧市祭館は1550年に初めて記録されている。リーネック博、フィリップの死により、この家系は1559年に断絶し、シュペッサルト周辺の領主権はマインツ大司教が獲得した。1662年。 マインツ選定校は6歳から12歳までのすべての子供に学校へ行くことを奨励した。1743年、オーストリア継承戦争に伴うデッティンゲンの戦いでイングランド軍がヨハネス・スベルクの教会を破壊した。教会は1768年春に新たに以前より大きく再建された。完成したのは1774年であった。 1862年7月1日に、ベツイルクスアムとアシャフフェンブルクが創設され、ヨハネスベルクは、その管理下に置かれた。1939年に、ドイツ国全体で、ラントクライスという呼称が採用され、ヨハネスベルクは、旧アシャフフェンブルク軍を構成する33、市町村の一つとなった。1945年、 アメリカ合衆国軍がオーバーファーバッハとヨハネスベルク、さらにマインアシャフ、ラウファッハ、ゴルトバッハを占領した。1976年にヨハネスベルクとクラットバッハによって創設されたラウエンタール行政共同体は1994年に廃止された。ヨハネスベルクは再び独立した。 自治体として単独で行政を行うこととなった。ヨハネス・ベルクと、フランス、カルバドスケン・ノバル・オーオン・アジョンとの間で1990年に公式な姉妹自治体協定が締結された。この共同自治体には、アブネ、アミエ・シュル・オルヌ、マイゼ、モンティニー、プレオ・ボカージュ、メゾンセル・イコール・シュル・アジョン、サント・ノリーヌ・デュフェイ、バコーニュヌイが参加していた。 1996年5月18日にトロワモンがこれに加わった。ヨハネスベルク町は2000年に800周年祭を挙行した。地域再編に伴って自由意志フェーズの1972年7月1日にそれまで独立した自治体であったブロインスベルク、ヨハネスベルク、オーバーアッファーバッハ、リュッカースバッハが合併し、 ヨハネスベルクという名の新たな自治体が形成された。ヨハネスベルクとグラットバッハは1976年にラウエンタール行政共同体を発足させた。ウンタン・フランケン行政管区当局の決定により、ラウエンタールの一部人口約10人の飛び地が1976年7月1日にヨハネスベルク及びグラットバッハから分離された。 シュタインバッハは自由意志フェーズ終了後の1978年1月1日にヨハネスベルクに合併された。ヨハネスベルクの町議会は16議席で構成される。第二次世界大戦後のヨハネスベルクの主張を歴史する。ズンガラ、キブは赤の身分の山で、その中に六本スポークの輪が描かれている。主部は銀字に青の斜め破体。それに重ねて、 斜め下向きの青い剣。紋章の歴史、町の教区教会の守護聖人を剣によって表している。この聖人は町の名前にもなっている。何世紀にもわたって町の一部がマインツ選定工領であったことがマインツの輪によって象徴されている。身分の山はこの町のヨハネスベルク、ブロインスベルク、シュテルンベルク地区がシュペッサルド山地の先山に位置する。 地理的環境を示しており、青の波帯は、オーバーアッファーバッハ、シュタインバッハ、リュッカースバッハを流れる小川を表現している。この文章は、町の決定とウンターフランケン行政管区当局の認可を受けた後、1976年3月22日から用いられている。聖ヨハネ・エントハウプトゥング教会カトリックの 教区協会聖ヨハネス・エントハウプトゥング協会は1769年から山の斜面に立っている。とても珍しいキトラーフェスとはこの教会の世俗から隔絶した立地にふさわしい。ここからは全方向に何キロメートルも先までの眺望が得られる。このカトリック教区教会は毎年先霊者聖ヨハネの日にあたる8月29日に この守護聖人の受難に祈りを捧げている。1999年の超税収入は189万2000ユーロで、このうち16万ユーロが営業税収入である。アシャフフェンブルクへ向かう北部連絡道路がヨハネスベルクを通っている。この町は通り抜け交通の町であり、カールグルントの各方面へ向かう道路が通っている。このため特に主要道路では、 騒音郊外が悪化していた。調査の結果、日によっては、1日1万台近くの自動車が、ヨハネスベルクを通過していることが分かった。しかし、例えば時速3 0ルある制限ゾーンを設けるなどといった、騒音対策措置は許可されなかった。修道ストリート2309号線周辺の幹線道路付近では、州のすべての法律が行使されている。 この他にフランクフルト空港の継続的な拡張に伴ってヨハネスベルクでは航空機による騒音問題も深刻さを増している。これに関する住民運動が活発化している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。エントハウプトゥングは断頭を意味し、 首を切られた、ヨハネ。つまり、洗礼者ヨハネを意味する。ありがとうございます。